250年ぐらい前にね、今から船がこの御前崎のここを通ってって船が止まっちゃったの。そしたらその船の人たちを御前崎の人が助けて、鹿児島のお芋を育て方を教わったの。それでここら辺にお芋が広がったんです。おぉ両手でいっちゃう。わーちこういう風に本当に野菜とか土に埋まってるんだっていう自然をやっぱ感じてほしいなっていうのはありますね。やっぱ自然いろんなものがやっぱあって自分たちがこう支えられているんだっていうのは感じてもらえれば、そうですね、やっぱ見方がいろんなものの見方が違ってくるのかなと思います。明日もまたこの場所で、あなたといるととても楽しい、話したいことがたくさんある。最後のページめくりたくない、僕らを置いて世界は変わるよ。明日に価値あれ、あなたは黄昏、頬を赤く染めてゆく。全てに価値あれ、前にもどこかで見たことのある景色、綺麗な蝶がどこかで生まれ、風をまとった猫が鳴く。雲が渦巻いて飛んでゆく、僕の息も一緒に混ざれ。話したい、あなたに話したい、素敵なことがあるとすぐ。明日に価値あれ、全てに価値あれ、僕は愚か者さ。この日を見てる全ての人が安らかになりますように。嵐のように惹かれる人も、一人で泣いてるあの子も、 みんなに幸あれ、外はもう黄昏、太陽もう眠りにつく。幸あれ、全てに価値あれ。